はい、こんばんは。かっこいいギタリストの竹下敦です。機嫌ヶ浦へね、行ってまいりました。先ほど、夜、食事の前にチャンピックスという、米粒ぐらいの大きさですかね、 0.5 ミリを飲んで、食前に飲んで、それからタバコを吸ってみました。確かにですね、効果がありますね。若干ね、今までより美味しくなく感じました。これからもね、やはりボーカリストはね、歌がね、綺麗に聞こえないと、まあ、楽曲を提供するにもね、やはり綺麗な声でデモテープを作った方が、歌い手さんもね、歌いたくないのでしょうから、ぜひね、私の歌を一緒に YouTube なんかで、流しておきますので、ぜひね、ご覧になって、私は大合唱するのがね、大好きでして、ぜひ聴いて一緒に歌ってください。それでは、かっこいいギタリスト竹下敦也をお送りいたしました。